M3 サブマシンガン、M3 サブマシンガンはアメリカ合衆国で開発された短期艦重である。第二次世界大戦中、アメリカ軍の主力短期艦銃だったトンプソンサブマシンガンの後継装備として設計され、重機としては得意な独特の外観から、グリースガン、グリースガン、ザ・グリーサー、グリース、潤滑油差し、ケーキデコレーター、ケーキデッカーアイター、 ケーキの上にクリームを絞り出して飾り付ける道具、また生産地からデトロイトサブマシンガンとも呼ばれている。第二次世界大戦が勃発した際、アメリカ軍は主力短期間銃としてトンプソン M1928 及び M1928A1 を採用していた。だがトンプソンは原設計が古く内部構造が複雑な上に、 重量課題かつ全長が長大で傾向性に問題があった。そのため、生産性を向上すべく設計を変更、性能に影響を与えない部品などは生産性の良いものに変更するなど、外見と中身が一新された。このモデルは、トンプソン M1 短期間銃として採用される。M1 は、既存の切削加工技術の枠内では、 かなり生産効率を重視した設計に変更されたが、M1928 から工程を簡略化した M1 でも、木製のグリップやストックを装備し、レシーバーを削り出しで製造するなど、基本的な生産方法は変革されておらず、同時期に先行して生産性重点設計を取り入れていた MP40 やステンガンなどの外国製の動詞書きに比べて、 コストが高く生産効率が悪かった。改め設計されていた激震部分をさらに見直して生産効率を上げた M1A1 も開発されたが木製部品を多用するトンプソンは急増する戦場からの補給要請を満たすにはほど遠い状況であった。アメリカ軍におけるトンプソンの更新は 対戦当初から計画されており、1939年には、ゼネラルモーターズ社国内製造部、ランドマニュファクチャリングリビジョンの技師が手掛けた M35 短期艦銃が後装備として、審査を受けたほか、スオミ短期艦銃、レイジング短期艦銃、ハイスタンダード製短期艦銃、スミスウェッソン製半自動カービン、ステン MK2 などの製品も、候補として挙げられていた。結局、 この際には、更新が見送られたものの、1942年には、ステンを参考とした安価かつ、生産効率の高い短期間銃を設計する、方針が決定し、かつて M35 短期間銃を提出したハイドが、計画に沿った新型短期間銃の設計を担当することとなった。こうして、後半のプレス加工と溶接のみで製造できる、本銃が開発された。 陸軍武器化研究開発部長、ルネスタドラー大佐、ルネスタドラー指導の下、ハイドは、ゼネラルモーターズ社ガイドランプ部、ガイドランプディビジョンに勤務するプレス加工技師フレデック・サンプソン、フレデリック・サンプソンと共に、新型短期艦銃の設計を行った。最初の試作モデルである、T-15 は9 x 1 9、mm、パラベラム弾を使用し、弾は、 ステンガンのものをそのまま使用した。また、セミ、フルオート射撃を切り替えられる、セレクティブファイヤ機能を備えていた。これに改良を加えた、T-20 と呼ばれるモデルは、45ACP 弾を使用し、セレクティブファイヤ機能が除去されていた。T-20 の開発時には、形状を工具に例えた、グリースガンという通称が住んで使われ始めていた。 アバディーン製の王試験場における試験では、不評委員会に加え、任務の性質上小型計量の下記を求めていた、空挺コマンド及び、気候部隊委員会からも高い評価を受けた。同年12月24日には、T-20 が、正式名称、US、サブマシンガン、カロリー、45、M3、略称 M3 として採用されることとなり、 1943年1月11日にこれが承認された。開発にあたっては自動車量産のために後半プレス加工と溶接工作のノウハウが豊富だったゼネラルモーターズの技術が利用された。内部メカニズムは MP40 などが参考にされたが、より簡易かつ安価な作りで外装はプレスで一体成形したレシーバーを左右から 接合し、溶接で張り合わせ組み上げている、いわゆる模加工造。レシーバーの形状は、プレス加工と強度確保に有利な局面基調で鋭角を極力回避しており、この手法は、まさに自動車メーカーが、構成のボディ部材をプレス生産する際の上等策ある、削り出し加工の在来型消火器とは一線を画したアプローチで設計されていることが明らかだった。 ボルトは2本の鉄棒で保持され、鉄棒それぞれに1本ずつの複雑ねリターンプリングが組み合わされている。ボルト周りの構造は厳密な製造交差を必要としないため、製造工程を簡略化でき、筒や砂塵などの汚れにも強い。ボルト部以外で一定の機械加工が必要な重心は、霊簡鍛造、コールドスウェージングメソッドで作られ、切削加工に比べて、 加工工程節減と強度向上の両面で有利となった。弾丸はトンプソンと同様アメリカ軍正式の 45ACP 弾が引き続いて採用されており、個人用装備であった M1911A1 ピストルとの銃弾の互換性が維持された。この銃は非常に単純化、合理化されたメカニズムを備えていた。特に安全装置として配、はい、 鞘口の蓋を利用した、蓋を閉じた状態では発砲できず、発射する時だけ蓋を開く単純明快なアイデアは、傑出した合理化策と言える。グリップには整備用の機械油の容器が内蔵されており、細い鉄製パイプを折り曲げて作られた、伸縮式ストックは、取り外してブラシを差し込むことで、クリーニングロッドとして使用することができた。改良型の M3、A1 ではさらに汎用性が、 高められ、分解、整備用ツール、さらに、断層への装填ツールを兼ねたものとなった。旧来の消火器につきものであった木製ストックを廃止し、MP40 のような折りたたみ式、金属製ストックよりも、さらに簡略な金属棒を、ストック部材に採用したことは、軽量化、小型化と生産性向上に大きく寄与した。スリングスイベルは溶接されており、整備用油差しやスリングは、 M1 カービンと地物だった。採用決定後、30万兆分の契約が結ばれ、ゼネラルモーターズ社ガイドランプ部による生産が始まった。価格は、ボルト部を除く本体が18.36ドル、バッファローアームズ社、バッファローアームス CO が別途生産する、ボルト部が2.58ドル、すなわち1兆あたり20.94ドルと定められていた。これは、 M1A1 トンプソンのおよそ半分の価格であった。しかし生産開始後、レシーバーの溶接時、プレス加工された部品が熱によって歪むことが多く、期待されたほどの生産性を達成できないことが明らかとなった。当初は1943年7月までに2万兆ほどが出荷される計画だったが、実際の出荷数はわずか900兆程度に止まっていた。 製造工程の改善は随時進められたものの最終的な問題解決までは M1A1 トンプソンも並行して調達されることとなり1944年2月まで製造が続けられた。1944年6月のノルマンディー上陸作戦の際第82及び第101空挺手段による空挺作戦において用いられたのが 最初の実戦投入と言われている。まるで工具のグリースガンそのもののような兵器らしからぬ外見は、最初に支給された兵士たちからはキーに受け止められたが、実戦において取り回しが良く、信頼性の高い銃であることが実証されると、多くの兵士たちから愛用されるようになった。M3 は故障が大変少なく、携帯性にも優れていたので、 トンプソン M1 の全長は 813mm、本銃の全長は 579mm、30cm、近く短い、不評以外にも、戦車兵の自衛用火器などとして使用された。弾丸の発射速度は M1 より遅かったが、その分射撃中のコントロールが容易というリットがあった。そのため、熟練した兵士や扱いに慣れたものは、 フルオート射撃専用の銃であるにもかかわらず、一瞬だけ引き金を引き、疑似的なセミオート射撃を行った者も,もいたゆう。一方、欠点もいくつか指摘されていた。本銃のコッキングレバーは、一般的なボルトではなく、レシーバーに外付けされたハンドル型の回転式で、また安価な金属素材から成形されていたため、ぶつけたり、手荒に扱うと容易に変形したり外れてしまうので、ある。 バレルラチェットパート、重心止めやリアサイトも破損しやすかったか、マガジンリリースが誤って押されることも多かった。1944年4月、これらの報告を踏まえたモデルが M3E1 として設計された。このモデルではハンドル型コッキングレバーを廃止し、ボルトのへこみを直接指をかけて後方に引くことで撃発準備を行うように改められていた点に、 加え、従来は後付回収の一環だった、リアサイト側面のガードが標準的に設けられていた点、左側面に取り付けられていた油差しが廃止され、代わりにより大型のものがグリップ内に収められてた点、ストックが各種作業用の工具として利用できるようにされた点が重要な改良とみなされた。M3E1 は同年12月21日に正式名称。 サブマシンガン、キャリバー 45M3A1 として採用され、以後は M3A1 のみ調達された。また、交換部品の調達が困難な戦地で M3 のコッキングレバーが破損した際、レシーバーに切り込みを入れて、ボルトに間合わせのコッキングレバーを取り付ける、現地回収を行う兵士もいた。M3 と M3A1 はアメリカ軍に広く配備されたほか、 ソビエト連邦や中華民国にも供与され、第二次世界大戦のほぼすべての戦線で運用された。第二次世界大戦を通じた生産数は M3 が60万6694兆、M3A1 が1万5469兆であった。戦後も西側諸国やアメリカ寄りの新興国に広く供与された。朝鮮戦争後の1954年には、 イサカ社と7万兆分の新規調達契約が結ばれたが、3万3227兆が出荷された時点で短期間銃の差し挟さまた、必要性は薄れたと判断され生産は打ち切られた。1957年、アメリカ軍は新型自動小銃 M14 を採用した。当初、M14 はアメリカ軍における標準的な不評用消火器、すなわち、 M1 ガーランド、M1、M2 カービン、M1918 自動銃、そして M3、M3A1 短期間銃のすべてを同時に更新する銃器とされていた。1960年代初頭、アメリカ軍によるベトナム戦争への介入が始まった。最初期に派遣された軍事顧問らは、M3、 M3A1 を含む第二次世界大戦期の旧式装備で武装していた。その後、介入が本格化する中で、米軍人らの装備は M14 小銃や M16 小銃へと更新されていった。一方、1961年12月11日以降のベトナム共和国、南ベトナムに対する大規模な軍事援助の位置として、M3。 M3A1 を含む各種旧式消火器の給与が行われた。この時期に新規調達は行われなかったが、運用中の M3、M3A1 を修理するための各種交換部品が新たに生産された。これらの部品にはメーカー国印が施されていなかった。また、湿度の高いベトナムでの運用を踏まえ、クロムメッキ加工が施された新型重心も設計された。 狙撃犯や特殊部隊向けに、清掃音機を取り付けたものも使われた。特殊部隊員の中には、切り詰めた M2 機関銃のスプリングを取り付ける改造を施すものもいた。この改造により、発射速度を800発、フンまで引き上げることができたが、レシーバー交端の破損が相次いだという。一方、アメリカと対峙した、共産軍、北ベトナム軍、ベトコンにおいても M3、 M3A1 が広く使われた。これらの M3、M3A1 は、アメリカ軍や南ベトナム軍からの路角品に加えて、中国製コピーが多数含まれ、標準的な45口径モデルのほか、9mm モデルや各種小音モデルなども使用されていた。アメリカ軍においては旧式化しながらも、主に車両乗員用装備として、長らく配備されていた。 イーグルクロー作戦など、ベトナム戦争後のいくつかの軍事作戦においては、少数の消音モデル使用されたと言われている。また、2005年時点でもイラク及びアフガニスタンにて使用されていたという報告がある。大量に生産された M3 及び M3A1 の大部分は依然として、合衆国政の財産とされており、コレクター市場でもほとんど流通していないという。一方で、 ソ連や中国も M3 を大量に入手しており、朝鮮戦争では中国人民志願軍や朝鮮人民軍が使用した。その後も民兵組織や東南アジアの共産勢力に供与された。中国国内では少なくとも陳鳳島事件の頃まで民兵組織に供与されていたようである。フィリピンでは2004年になってから改めて M3 を採用した。 当時、フィリピン海軍及び海兵隊では、車両乗員や臨検要員のために、軽量小型の自動火器を求めていた。当初は、M4 カービン、ウージーが候補だったが、これらの重機の調達が困難であることと、新規調達のために割り当てられた予算の都合を考慮した末、N-11、海軍の火器、情報システム、通信機材担当部局では、 アメリカ合衆国に対して同国が予備装備として保管していた M3 及び M3A1 の提供を求めたのである。配備前にクリーニングや補修を行う必要があったが、それでも1兆あたりの調達コストは新品の H&K m プの40分の1程度だったという。N-11 和海軍及び海兵隊の装備として M3 よび M3A1 を支給するとともに、 海兵隊の特殊作戦部隊向けに近代化改修モデルを用意する計画を明らかにした。2004年2月にて国産消音機を取り付けた試作銃の試験が始まった。この特殊部隊向け近代化改修モデルは M3 スペコップスジェネレーション2あるいは M3 ジェン 2PN PMCM3 といった通称で知られ一体型の消音機。 ヒカキニレーレルが追加されている。日本の陸上自衛隊では 11.4mm 短期艦銃 M3H として正式採用された。1960年代には後継としてニューナンブ M66 短期艦銃が開発されたが短期艦銃の価値が低く見られていた時代であっため採用されず1990年代になって 9mm 期間拳銃が採用されたが 全ての M3A1 が更新されたわけではなく、戦車搭乗員の多普通化部隊の対戦車、小隊所属60式自走無反動砲上院や、高射化部隊員などが使用していた。また、海上自衛隊でも少数であるが使用されていた。自衛隊装備年間には、M3A1 との記載しかないが、M3 と M3A1 が混在していた。 自衛隊が保有していた45口径短期艦銃は、1998年度から 9mm 機関、拳銃への更新が始まり、2011年度までに完了した。第二次世界大戦中、秘密活動部局であるオースは、特殊作戦用の消音短期艦銃を求めていた。これを受けて、ベール研究所を呼び、ハイスタンダード社が、M3 用の消音機を開発した。 製造はガイドランプ部が担当し、これを取り付けた消音モデルの M3 は、およそ1000兆が調達されたとされる。また、占領下の地域で活動するパルチザニアオース、エージェントのため、ドイツの標準拳銃弾 9X19mm パラベラム弾を使用するモデルの要求もなされた。これに基づき設計された変換キットは、9mm 用のバレル及びボルト、 ステン短期間重要断層をそのまま装填できるようにするマガジンアダプタのセットだった。およそ2万5000セットの調達が想定されていたが、実際には1943年末から1944年初頭にかけておそ500セットのみが調達されたと言われている。重心にクランプで固定するラッパー型昇園機も設計された。これは第二次世界大戦中に T-34 の名称で設計されたもので、1950年代に入ってから M 級消炎器、ハイダー、フラッシュ、M 9として正式採用された。ドイツ製 STG44 突撃重要、極重心に影響を受けた戦車兵向け極重心モベル研究所によって開発された。これは肉迫攻撃を試みる敵を、 車内から射撃するために用いることが想定されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。